お騒がせして本当にすみませんでした。お笑いタレントの江頭2時50分さんが公然わいせつの疑いで警視庁から事情聴取された。江頭さんは先月25日、都内で行われた DVD 発売イベントに出演した際、300人の観客の前で持ちネタのブリーフ重量上げを披露したところ、ブリーフが破れ、大事なところが丸見え状態になってしまったという。赤い T シャツです。警察署を出てきた江頭さんに話を聞いた。一言いただけるということで、状況としてどうして下半身が露出するような状況になったんですか？あのパンツは破けてしまったのか、それとも芸の中で？まだ事件が終わってないんで、あのコメントは差し、あのコメントはちょっと差し返させていただきます。わかりました。今後もう全裸にはならないですか？失礼します。警視庁は今後、江頭さんを公然わいせつの疑いで書類送検する方針です。